はい、ありがとうございます。さあ、シブです。というわけで今回もファイアーエンブレム風化雪月やっていくんですけども、今回はアップデート情報について語っていこうかなと思います。やっていきましょう。以前のファミ通に載っていた、ちょっとした最新情報みたいな感じなので、ファミ通を読んでない人はね、多分知らないと思うので、参考にはなるかなっていうところで喋っていこうかなと思います。で、ファイアーエンブレム風化雪月なんですけども、エキスパンションパスっていう、有料の追加コンテンツがあるのは皆さんご存知だと思うんですよ。俗に言う、有料アップデートっていうやつですね。で、その内容も、詳細はわからないんですけど、大体大まかには明らかになっていて、主人公用の士官学校制服とか、フリー戦闘マップ、サポートアイテムの追加。で、あとは追加クエストとか、新規の衣装が追加されたりとか。で、一番の大目玉は追加のサイドストーリーですね。で、これは結構大幅なアップデートっぽくて、新しいキャラクターが追加されたりとか。もちろんその、マップとかも追加されて、で、いくつかの章で構成された本編とは別のストーリーということで、結構何時間も遊べる新しいストーリーが追加されるんじゃないかなというところで、非常にいいアップデートだとは思うんですけど、この有料アップデートとは別に無料のアップデートもどうやら存在するようで、で、以前のファミ通のその風化雪月のインタビュー欄で開発者の方が発言していたんですけど、無料アップデートでルナティック追加が実装されるようです。で、ルナティックって何ぞやっていう方がいるかもしれないので説明しておきますと、難易度の追加ですね。簡単に言えば。現時点ではノーマルとハードしかないんですけど、そこにさらにハードより難しいルナティックっていう難易度が追加されますよ。っていうことですね。で、風化雪月は発売から9ヶ月ぐらいかけてアップデートが実施される予定なんですけど、このアップデートは一応メインはね、エキスパンションパス、さっき言った有料アップデートがメインの内容になるんですけど、有料のダウンロードコンテンツを購入していない人も対象にした無料アップデートも実施していく予定みたいなんですよね。で、そのうちの一つがルナティックの追加ということで、これは熱いよね。で、ルナティックっていうさらに難しい難易度が追加されるっていうことを知ったファイアーエンブレム好きの方々はね、一生懸命キャラクターを育成するわけですよ。で、僕もそのうちの一人なんですけど、この期間はこの期間で楽しいよね。どれくらい難しいのかわかんないからね。で、そのルナティックがいつ追加されるとか時期とかの発表はないんですけど、他の無料アップデートの内容が明らかになってない今、ルナティックは追加するよって言っている時点で、無料アップデートの中ではルナティックが一番最初に追加されるんじゃないかなと予想はされます。なので9月ぐらいなのかな、わかんないけど、8月はちょっと早いよね。発売から1ヶ月とちょっと経ったぐらいにルナティック追加されるんじゃないかなと勝手に個人的には期待しておりますが、気長に待っていきましょうって感じですかね。で、有料のね、エキスパンションパスのアップデート内容も期待高まるところなんですけども、無料のアップデートもあるよっていうことで、さらにね、風化雪月の楽しみが増えたかなーってところで、今回ご紹介したいことは以上になります。はい。とりあえずね、控えているルナティック追加に備えて、お気に入りの生徒たちを育成してみてはいかがでしょうかといった感じで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしく。